何者だ。出番だ。侵入し、おとなしくしろ。笑わせるな。消えろ。ソルジャーが何だってうちらの仲間になるの？その人キャリアを捨てるわけ？名前なんだっけ？元ソルジャーだとよ。うん、名前はクラウドストライフ。武装路線で行くとなればプロフェッショナルの参加は不可欠だ。俺は歓迎するね。勝手に仲間にするな。仕事が終われば他人だ。ちょっと面倒くさいやつか。見た目がいいから許す。始まった。まずはクラウドさん、基本でしょ。頼っていいっすよね。どうせ俺は基本がなっちゃいない。っていうか出場種目が違う。もういい、それ以上言うな。例えるなら。例えるな。金目当てならここまで来ないっすよね。クラウドさんだって星の未来を思う気持ちは俺たちとは興味ないね。ウェッジ。させんじゃねえぞ。
悪くない。任せた。足止めのつもりだ。消えろ。泣く子の腕さえひねるソルジャーといや、シンラの番犬。マコーロは初めてじゃねえんだろ。俺を魔王だまりのブリッジまで案内してくれ。教えたくねえってか。シンラに未練たらありじゃねえか。中堅スタンプかよ。拒否したって意味ねえぞ。もともとお前抜きで立てた作戦だ。マコーロは建造された時期によって構造が違う。この形式は初めてだが、なんとかなるだろう。待ってて、今ビックスが扉を開けるから。ちゃんと案内しろよ。せかすなよ。おい、ロック解除。誰だ、閉めろ。断念しろ。こっちのセリフだ。相手は一人だ。焦るなよ。集中砲火だ。
お待たせ。さっさと行くぞ。その声響く。集中しろ。後ろは任せてくれ。おとなしく待っとけ。パスコードの情報は分派の同志が手に入れたの。あ、分派はこっちか。活動方針で揉めちゃって。はい、ロック解除。気張っていけ。おい、ジェシーを待たせるな。こっから先は警戒がさらに厳重だ。ヘマすんなよ。エレベーター下に行っちゃってる。そこのボタン押して。ティファの知り合いでしょ。好奇心むき出しで聞くけど、どんな知り合い？俺たちは。おっと。このネズミどもはアバランチを名乗っているようです。とはいえ、かつてプレジデントの命をつけ狙ったあのアバランチとの関係は不明。現在調査中ゆえ、今少しのご猶予。うん。てめえが飯食ってる時、眠りこけてる時も、このバカでかいポンプが魔鋼をガンガン吸い上げるわけだ。休みなく容赦なくよ。お前、魔鋼の正体を知ってるか。魔鋼はこの星の血だ。俺たちの体を流れる真っ赤な血と同じ。ってことは、このまま吸い続けたらどうなるよ。星の悲鳴が聞こえねえか、クラウドさんよ。あんたには聞こえるのか。おうよ、医者に行け。うん。てめえ！星の未来より5秒後の自分を心配するんだな。あんたの悲鳴なんてゾッとする。こっからは慎重に行く。少しでもおかしな動きをしやがったら容赦しねえ。中距離連射型の警備兵器ね。クラウドの件じゃ苦戦は必至。うるさくても我慢してね。がっかりさせるなよ。
能だ。どけどけ。あのよ、そっちはどうだ。十分は働き。終わりだ。無駄無駄。気負いすぎるか。しっかり習いよ。ああ、なめんじゃねえぞ。いっちょばかりってな。クラウド、あそこ見て。警備システム稼働中だ。情熱的な眼差しだと思わない？見つかったら火傷じゃ済まないよ。どう進めばいいか知ってるよね。レーザーは一定間隔で明滅する。消えたタイミングを狙って進む。さすが。じゃあまず私から。スリルが大好物なの。おい、その綺麗な目にしっかり焼き付けてね。その前にスクラップにしてやるさ。ただの鉄くずだろ。攻撃力、防御力ともに攻撃力を舐めたか。シルス核はあんの。魔法の方が強かった。隙を狙って決めていく。撃てろ。よろけてるぜ。このまま動きを止める。畳みかけろ。動け。まだだ。行け。まだまだ。階級とは別にランクがあって。いくつって聞いたら年じゃねえのか。普通はよ。おっと失礼。ソルジャー様が普通のはずねえよな。はいはい、ファーストでちっちゃいかな。覚えとくぜ。ここが魔航路の中心。あそこに爆弾を仕掛けるの。ここから降りるよ。近い。近いぞ。魔航で無世界。
気づいたか。やるか、長年の夢が叶う喜びだ。ここを降りて、よし、エスコートはここでおしまい。出しゃばっちゃったね。そっちじゃない、はしごで降りて。が吸い上げるさ。シンナが送り込んできた犬じゃないってことを証明してもらおうか。爆弾はお前がセットするんだ。ティファの連れってだけじゃ信用できねえ。仲間になりてえなら。何度も言わせるな、俺は雇われただけだ。だったら黙ってやれよ。問題ない。タイマーはどうする？お前が決めろ。自信あんだろうな。星のために俺はやるぜ。なるほど、確
だったらあんたがな。隠れるしかねえ。
回復しておこう。フォローを頼む。おう、任せとけ。チャンスが来たら一気に叩き込む。覚悟しとけよ。やってやろう。逃がさねえぞ。この隙に攻めるぞ。スクラップにしてやら。仕掛けだ。仕留め。ドゥーンを裏。サソリに連れてやる。急げ、脱出だ。ウェッジが逃げ道を確保してる。全力で戻れ。大丈夫か？うかつ、足が挟まってる。サンキュー。おい、あそこで合流だ。ジェシーを頼んだぞ。こっちこっち。ここ行けばバレットと合流できるはず。出口はこっち、急いで。黙って登れ。その方が楽だ。そっか。ってダメ、喋ってないと焦る。好きにしろ。バレット、先に行け。ジェシー、扉開けんのが優先だ。でもこっちは問題ねえ。サバが一緒だ。もっと、ソルジャー見つけたぞ。俺を耐える。もうすぐ溶かんだ。邪魔すんじゃねえ。5秒になる。消えろ。叩き切る。Thank you.
濡らせれば。撃てろ。追いかける。貫く。一気に叩き込む。出ろ。繋いでいくと。さらに行くぜ。思いっきりやっちまえ。それだけでも勝てたな。どうだ。足は引っ張るな。その言葉取り返すぜ。どけどけ。仕上げだ。はい、できねえ。ビートラ気負いすぎる。おう、引っ込んどけ。はぁ、できねえ。あばよ。はぁ、ガラスイほら、どんどんよ。行くわよ。急げ。スーパーラーディー。とっておきだ。とっか。気合い入れてけ。
勝てるか。助けてもらおうと思ってバタと転んでみたの。迫真の演技だった。怪我はねえみてえだな。爆発が派手すぎねえか。爆弾はレシピ通りに作ったはず。でも気化した魔法が反応してるのかも。これは町まで行っちまったかもな。町より星だろ。星の命ちょっとは伸びたかな。そうじゃないと困る。さあ外に出よう。ここ八番街でしょ。まだ先っす。よし、先導してくれ。了解っす。あちこち漏電してるっすよ。気をつけて。ああ、鉄臭い、錆臭い。新鮮な空気かも。切り裂く酸っぱい匂いはなんだ。だ、俺か。変な汗いっぱいかいたからな。腹まで揺れたっす。爆発止まらねえな。潰されちまう前に出るぞ。魔法モード、触媒、まさか火薬。ジェシー、後にしようぜ。はぁ、あ、お腹がグーグー泣いちゃって。アジトまで我慢してろ。次はお弁当持ってこなくちゃ。ウェッジ、まだ？もう少しっす。あの辺りから出るのがいいっす。じゃ、爆弾仕掛けるから離れて。待ってろよ、マリン。待ってろよ、シャワー。セット完了。爆発！おお、開いてる開いてる。邪魔者はコッパみじん。さあ、行こう。緊急事態発生、緊急事態発生。こちらはジンダカンパニー危機対策本部です。一番魔法炉が何者かの攻撃を受け爆破されました。現在も断続的な爆発があり火災が発生しています。一番街および八番街は警戒区域に指定されました。この辺りは建物の倒壊の恐れがあり、瓦礫やガラスが落下する危険があります。八番街に予想以上。こりゃいくらなんでもやりすぎっすね。今さら何を。ああその通り。俺たちはこの先ももっともっと魔法炉をぶっ壊す。星の命を救うためにな。ダイは覚悟を決めて始めたことだ。まだ始まったばかりっす。俺たちの活動は星を救う。そのために必要な犠牲は払う。ああ星だけじゃねえ、お前らの悲鳴が聞こえるぜ。
上等だ。全部俺が背負ってやる。不安、疑問、悩み事、それから報酬もまとめて俺に追っかぶせろ。うん。で、リーダー、どうするよ。計画通りだ。全力で逃げる。ステーションから最終に乗り込む。一旦ばらけて貨物車にしよう。じゃあ後で。おい、約束の金は？アジトに帰るな。さっき全部だ。ソルジャーならわかるよね。回復マテリア、当然だ。あげる。助けてもらったお礼。仕事のうちだ。礼はいらない。いいからいいから。おかげで今私はここにいる。生き延びるのは運がいいやつか強いやつだ。あんたがどっちかは知らないけど。しみる。これはもらっておく。使い方は知ってるよね。俺を何だと思ってる。ちゃんと使ってね。それからこっちは新入君の度胸をたたえてスリル満点のご褒美。じゃ貨物車で。瓦礫を越えられるよ。
もしもし、聞こえていますか？返事をするか、手を動かしてみて。急病人を発見し、救助中だ。担架を頼む。大丈夫。駅は無事か？まさか、どうして？言えない。あんたは死んだ。ほう。俺がこの手で。もちろん覚えていると。我々の大切な思い出だからな。さてクラウド、お前に頼みがある。この星が死のうとしている。悲鳴も上げず、静かにゆっくりと私たちの星が消えてしまうのだ、クラウド。星が死ねば、このあでやかに燃えるお前の故郷が消えてしまう。息子だけは助けてくれと泣きついた女の声、切り捨てた時の感触さえ消えてしまうのだ。我々をつなぐ絆の喪失は、私自身の死よりも耐え難い。
なあクラウド、力を貸してくれ。何？簡単なことだ。クラウド、走るんだ。逃げて、生き延びて。ふざけんな！いいぞ、それでいい。私を忘れるな。幻覚か。魔鋼に近づきすぎたな。さあ、行くぞ。別のルートを探すか。そこの路地を戻れば駅に抜けられるんだけど、ちょっと危険なんだよね。絶対に戻るべきよ。こちらは北南蛮市対策本部です。8番街の高速道路およびその高架下からの待機命令が発令されました。速やかに高速道路から離れてください。また魔鋼炉の爆発に伴う大きな揺れの影響で火災が多発しています。室内は危険です。建物の外に避難してください。繰り返します。こちらは信頼カンパニー対策本部です。八番街の高速道路およびその高架下からの予想以上が発生されました。速やかに高速道路から離れてください。また魔鋼炉の爆発に伴う大きな揺れの影響で火災が多発しています。様子が見たいって私が言ったのに。室内は危険です。建物の外に避難してください。繰り返します。こちらは神田カンパニー。せめてこの子たちだけでも先に。全員一緒に逃げるんだ。お父さんとお母さんも一緒じゃないとダメ。みんな一緒なの。速やかに高速道路から離れてください。怖くてたまらない。何言ってるの？一緒にいる。やばいじゃん。ねえ、おもちゃ取ってきていい？裏通りから駅に行くんなら、まずは階段降りて噴水広場を目指しな。車を見逃すな。こっちも手配済みか。近くにいるはずだ。ここで騒ぐといろいろ面倒だ。通らせてくれないかしら。
お前には誰も守れない。自分さえもな。大丈夫？大丈夫？ああ、お花どうぞ。あ、花？うん、お礼。追い払って助けてくれた。何の話だ？じゃあ出会いを記念して。面倒だな。聞こえてますけど。いくらだ？値段は相手見て決めるの。あなたはただでいいや。え？花言葉は再会。警告しておこう。俺は強いぞ。うん、そんな感じするよ。脅しには屈しない。ああ、怖いお兄さん脅しに来るとか警戒してる？ないない、そういう心配しなくていいから。魔航路が爆発したんだ。あんたも今夜は店じまいして。なお、被害状況によって予告なく列車の運行を取りやめるか。
覚悟はいいじゃん。こちら八番街警備4班、消えろ。盗賊の男を発見、増援求む。繰り返す。こちら八番街警備4班。なんぼわどうってことない。異常なし。おとなしくしろ。狙うぞ。終わりだ。見せろ。進むぞ。
した住宅街方面へ逃走した模様。周辺道路を封鎖せよ。いたぞ、あそこだ。迷っている時間はない。
顔で仕掛ける。くっ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 くクラウドさん、来なかったっすね。そんな顔するな。あいつはきっと無事さ。あの身のこなし見ただろ。ソルジャーってのはやっぱりただもんじゃない。うん、本気で誘わない？ちょっと待って。失敗したじゃねえか。え、うん、あ、何してやがったんだ。あ、治安維持部隊がうろついていたからかき回してやった。連中を駅から引き離せたはずだ。余裕な、頼りになるだろ。おお、待て、一つ聞きたいことがある。あ、見えない敵を見たことはあるか。あ、ローブを着た霧のようなやつだ。それ見えてるし。突然見える。おそらく接触がきっかけだ。シンラの新兵器？ビビって幻覚でも見たのだろう。
もういい。聞く相手を間違えた。車両を変えんぞ。混んでるっすね。貨物車なのに。避難命令のせいか。運が回ってきたな。終点スラム7番到着までに戦闘車両に進行だ。この列車は1番マコーロ爆破により避難用特別ダイヤで運行しております。車内混み合いましてご迷惑を。